はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、負荷をかけてスクワットをして、足が太くなる人と細くなる人、2種類ね、パターンがあります。なので、この2種類のパターンを知っておかないと、ただスクワットをしているのに、足が太くなってしまうと、かなりね、残念な話になってしまうので、今回できればね、最後までご視聴ください。で、まずですね、痩せるためにスクワット、とても大切なんですけども、今までの思春期の時に運動をしっかりしてた人、もしくはね、あんまり運動してないけど、やっぱり一応運動部に入ってましたって方は、思春期、いわゆる成長期にももを鍛えてしまっているので、やはり一時的に運動をやめていても、大人になってまたスクワットを始めた場合にね、また足が太くなりやすいっていう方になってしまいます。で、あとは、今まで運動をしたことない方というのは、筋肉の成長がやはりゆっくりなので、しっかり重たいスクワットをしてダイエットをしてもらえれば足は細くなっていきます。で、よくね、ベストボディジャパンとか、本当に筋肉のね、ラインとか、ああいうのを見せる大会出てる人、女性ね、やはり皆さんももがしっかりしてますよね。体脂肪はそこまで落とそうと思ってやっているわけなんで、しっかり足を鍛えなきゃ体脂肪が落ちないっていうのももちろんわかりますし、しっかり鍛えてるから、ムキッとしているんですけども、一般の方がね、やはりやっても、ムキッとなる人もいます。背が低い方というのは、やはり筋肉が短いですから、背が高い方と同じような重さを使って、スクワットをしてしまうと、やはり長さが短い分、横に広がってしまって、力をつけるしかないので、背が低い方というのは、あまり負荷をかけずにスクワットをやった方が、足は細くなります。回数をね、増やすようなスクワットをしてみてください。背が高い方というのは、やはり運動部で背が高い方、成長期に筋トレしてた方っていうのは、背が高くてもちょっと太くなりやすい傾向にあるので、やはり運動をしてなかった方よりは負荷を下げて、回数を2、30回とかぐらいをできる負荷でスクワットをして、ダイエットをしてください。もちろん、体の柔らかい方、硬い方っていうのでもやっぱり違うんですけども、体の硬い方というのもやはり、筋肉の伝達が早いので筋肉つきやすいですから、あんまり重たいものを控えて回数の多いスクワットをしてください。で、体が柔らかい方。例えばバレエやってる方とかね、しなやかな足してますんで、ああいった方が重たいものしっかり持っても太くなりませんから、そこまでね、柔らかい方はいないと思うんですけど、基本的に足がタートルみたいに柔らかいよって方は、やはり力の伝達がゆっくりですから、力はつきにくい分、太くなりにくいです。なので体が柔らかい方というのも、しっかりね、重さをかけてスクワットしてもよろしいかと思います。ちょっと簡単に説明をしたんですけどもね、もしわからなかった方は、もう一度動画をご視聴ください。で、もしね、太もも痩せにまつわることがありましたら、ぜひコメント欄に質問ください。あとはブログもね、そこそこ今書いていってますんで、説明欄にあるブログのリンクもね、見てみてもらってですね、まだ記事少ないんですけども、今から太もも痩せについて書いていきますんで、よかったら説明欄のブログの方にも遊びに行ってください。今日は足痩せにまつわるスクワットの話でした。ご視聴ありがとうございました。